大阪元吉郎は、日本の牧師、神学者である。既存の教会に限界を感じ、民衆教会を提唱した。1880年、石川県江沼郡大正寺町ばん馬町に、父平塚健吉、母岸野の逸夫として生まれた。後に、大阪家の養子となる。石川県人城中学校及び第四、高等学校に在学中に、 西田北郎の勘歌を受けて、1903年に東京帝国大学政治家へ入学した。上京後の1904年、上村正久から洗礼を受けた。一時的に上村が創立した東京進学者にも席を置いた。東京帝国大学を中退し、1908年に渡米、ニューヨークの大番大学へ入学して進学を学ぶ。 1911年、イギリスに渡り、ニューカレッジで学ぶ。1912年に帰国する。1913年、日本キリスト教会の教師となり、高輪教会の牧師に就任する。しかし、1917年に、高輪教会より分離脱退し、大崎教会を創立する。1919年11月には街道を剣道する。 民衆教会を提唱し、1922年に民衆教会研究会のメシア会を主催する。1917年に創刊した信仰の友をメシア会の機関士とした。四皇の後輩である勝利木松太郎の依頼により、1925年より読売新聞の宗教欄にも寄稿する。1929年に宗教団体法案の成立阻止や、 神社問題に対して論人を張った。1934年、神宮法裁会を批判したために暴漢に襲われ、重傷を負い、1年半入院する。回復すると、初代恐怖の研究や宗教改革者の生産論を研究する。茨城県鹿島町におさむ党案を設立し、修道的な生活に励んだ。1945年、 太平洋戦争終戦直前に死去する。ありがとうございます。